やあ隊長さんこんな時間まで何してるんだい他のみんなはとっくに寝てるけど <laughs> その様子さては昼間に言われたことを根に持ってる感じかな隊を任せるには若すぎるどうせ単なるお飾りいた幼すぎるってさすがにあれはひどいよね確かに 隊長さんは若く見えるけどそれでも立派な軍人なわけだしそもそも君をこの隊に押し込んだのだってあいつらなわけだしあの役立たずのもってば本当に好き勝手し放題なんだけどでもまああのいけすかないお偉ラ方の言いたいこともわからんくもないのよね君まだお酒も飲めないしタバコも吸えないでしょ 半年後にはどっちも行けるってそれなら半年後もまだ死んでなかったらみんなでお誕生日会でもする <laughs> ともかくそんなワコードにまで武器握らせてまったくこの国もそろそろおしまいかねと隊長さんはこういうの嫌いだったかな私たちが煙たがられてる理由 分かったでしょ。この舞台って君をトップに置いてるだけの見せかけ本当は単なる雇われ兵士だしえ何その顔もしかして私たちのこと何にも聞いてなかった感じ嘘でしょ本当にさここの重役ってどういう神経してるわけ 使いやすそうなガキ拾って軍人に仕立て上げて何も知らないまま傭兵のお守りさせるとかああもう本当にイライラする昇進して夜更かししてる坊やにいろいろ聞こうと思ってたんだけど予定変更悪いけど今日は付き合って <laughs> 君こういうところに来るの初めてだった そりゃあまあ、お酒が飲みたいなって思わない限りはこんなところに来ることないもんね。この国ってば、お酒だけは妙に美味しいのよね。つまみのセンスもいいし。でもそれ以外は全然ダメかな。はい、これ。一応は隊長さんなんだし、こういうのも見たって損はないと思うよ。どうびっくりした私たちを雇いたいって依頼しよう。 もちろんこの国の外から私としてはこの依頼受けるつもりだよだってほらここ今もらってる金額より多いし何かしらお土産を渡せば追加で支払ってもらえるんだもんこんないつ崩れるかわからないところにいるより向こう10年は安定してるところにいた方がよっぽどマシだと思わないさてとおふざけムードは一旦おしまい 今からちょっとだけ真面目なお話君私たちと一緒に来る気はない個人的な感情だけど私は君のことを気に入ってるしできることならこんなところから引き抜きたいとも思ってる将来のことだけを考えるならとってもいい話だと思うけどへ 解読してくれるんだちょっと意外だったな君パッと見は忠誠心とかすごそうに見えたんだけどその辺りは見込み違いだったかもでもそのおかげでこれ使わなくて済んだよ自分で始めた賭けとはいえ君みたいな若い子を打つのは気が引けるからねもちろん これって立派な契約違反になるからね。交渉が決裂したときには、君を始末しようと思って忍ばせてたの。って、なあーもうそんな顔しないで、私が悪かったから。それじゃあ、よし、こういうのはどう次の依頼者が30分後に私たちを迎えに来るから、君はデスクの書類を片っ端から集めておいて。それを引き渡した分の報酬は全額君のものにしていいから。 それでも足りないって言うなら向こうで落ち着いたら私のところに来て君のこと私が大人にしてあげる時間は気にしなくていいわどうせ私は暇になるだろうしひょっとして今の君にはもしかしてお金よりもそっちの方がご褒美になるのかな私のことをそういう目で見てくれてたのは嬉しいけど部下をそういうふうに見てるのって 上官としてあって君本当にこういうノリに弱いのねはいはいそういう目で見てたのは私の方です好きあれば上司に色目を使ってさっさと食べちゃおうって意気込んでました <laughs> とにかく今はさっさと準備して多少のドンパチもあると思うから外で待ってるやつらと一緒に必要なものをかき集めて私の方は準備も終わってるから あんまりレディを待たせないでよねここを生きて出られたらその後は休暇を楽しみましょうとっても可愛い上官様